極端でいくと黒柳さんの番組は出てるでしょ、何度も前に置いてね、いろいろものすごいじゃないですか、情報ね。だからあれも、あれはものすごいインタビューされたんですよね、多分出る前に。僕は出たことないから分かんない。えないんですよ、徹子の部屋。ズートルビでも、ズートルビでない。だって徹子の部屋なかったんじゃない、まだズートルビってのものすごい長い頃。あ、そうですか。うん、俺あれも出たらないんだから。何、笑っていいとも、笑っていいとものテレフォンショッキング出てないんですか。いや、出てないっていうか、うん、2回ぐらいその流れで、うん、あの何かその日にね急に電話してもダメだから、何人か候補を挙げるらしいんだけど、はい、その中の候補で、うん、僕の前に、うん、亡くなっちゃったけどさ、先輩の阿藤海さんっていう、阿藤海さんが僕に振ってくるっていう、振ってくれるっていうんで、はい、海さんから直接電話あったんだけど、はい、俺すいません生番組で自分を晒すのは不得意だから先輩には悪いんだけど俺ダメなんですよって言ったら、海さん怒っちゃって、今まで仲良くいろいろさ、向こうあの人向こう島の人住んでたから、ああ一緒に飲み連れしたのが全然声かけてくれなくなっちゃった。え、それ生で言うたの、直接じゃなくて打診でしょ、電話で打診でね、うん、俺がお前を指名するんだから出てくれよって言われて本人から電話かかってきて、はい、いや海さん俺それだけは、他のは何でも言うこと聞くけどそれだけは勘弁してくださいって言ってお断りしたの、甲斐さんに直接。だから甲斐さんはもう怒ったんだね、きっと俺が名指しをしたのに断ったと、あいつはそれで断ったんだ。それで怒っちゃった。いまだにラジオ生出てますやん、テレビと。基本的に生のそのフリートークは昔から苦手なの、うん、苦手。自分、要するに台本があって、はい、要するに何かの役だったらば、はい、こう嘘つけるんだけど、うん、こういうだからダラダララジオも学習で出させていただいてるけど、本当に内心は緊張してますよ。え、緊張するんですか。だけど長いんじゃないけど、うん、あれでもしかして打ち合わせしたらもっと打ち合わせしたことを喋んなきゃいけないって頭の中にあるから、はいはい、できちゃうから、はいはい、もっと緊張するかもしれないけど、あれはほらね、10分前ぐらいに行って、もう来てもうだ、まあ、これもそうですよ、こう来てもうだだけなので、うん、だから精神的にはまだ楽だよね、打ち合わせしない方が。それでも緊張するんですか。緊張しますよ、いい緊張っていうかさ、だから嫌か、いいかで言うと嫌なんですね。で、緊張してるから喋っちゃうんだね、きっとね。リラックスしてたら、いつもここでもそうだけど、人の話聞いてるだけでいいんだもん。だからこれも、あ、でも確かに、今日もそうですけど、はい、参りましたって言うじゃん。参りましたって言ったら、一応、はいってこう。ねえ、やりますよね。僕は何にも変わらないですけど、あ、なんかスイッチ、なんか入ったんだと思って見てて、そうありますよ。え、笑っていいとも断ったんだ。僕2回出てるんですよ、笑っていいとも。あ、そう。はい。誰かから振られたんだよ、ね。僕ね、松崎しげるさんやったから、あんま覚えてないんだよな。松崎さん。うん。2回出てます。うん、いいとも。どっちかはね、その時ものすごい毎日史上最低の人生を送ってる時でしたから、毎日パチンコ行ってたんで。いいとも、テレフォンショッキングに、近所のパチンコ屋から花輪が来ました、うん、回転花輪が。それも珍しいというか、もうね、人生、あの時が一番舐めてたね。もう、パチンコの間に芝居してたもん。もう最低でしたよ。もう本当に申し訳ない。もう本当にね、森光子さんの芝居でしたけど、だから森光子さんの周りの方々は多分僕最低やと思ってます。楽屋行って朝その時スロットね、パチンコのスロットをやって、で、ね、置いといてなって言って置いといてもって芝居して、もうワンシーンなんですよ。でまあ言うたら出番的に言ったら5分、もうすぐ死ぬんで芝居して、あ、舞台で、舞台で、ああ、いたわ、そういう人。
空き時間にパチンコ行っちゃうって言ってたよ。それ頭出てそれでわーってあの蜷川さんの芝居だったんだけど、わーってあのオープニングでねいっぱい出るわけ、はいはい、50人ぐらい、はい、でその中でわーって出て、はい、あとケツ舞台の終わりの方にしか出てこないから、はい、2時間以上空くわけですよ、はいはい、で大きい劇場だから休憩30分とかあるじゃん、はい、2時間以上空くから、うん、時代劇なのに、はい、メイクは落とさずに、はい、かつらだけ外して、うん、帽子かぶって、うん、それでパチンコ行ってた人がいた。僕もメイクしたまま同じような人。僕は1幕2幕の芝居やったんですよ。1幕と2幕呼吸器ありますよね、うん、僕2幕の最後の最後の最後に出てくるんですよ、うん、で子役が出てるんです。僕の前、僕の小さい時の子は大人になったって言って、僕あの吉本清さんの話だったんですけど、要するに笠置静子さんと駆け落ちするという、まあ駆け落ち、笠置静子さん何この朝ドラとかもやってたのかな、それででもすぐ亡くなるという役 で僕のお父さんが田村隆弘さん、高井戸さんは一部で終わるんですよ。だから今考えたら怖いですけど、おはようございますって入ってくるときに多分高井戸さんとこう会って、あ、おはようございますで高井戸さんも出て行って次だから2幕のケツ終わったらまたこそ、それ1回目と2回目の間1時間ちょっとぐらいあって、そこからまた僕の出番2時間後ぐらいから4時間ぐらい時間あるんですよ。で楽屋ではじっとしてらんないよね。だから俺を楽屋で見たら2ヶ月だったんだね芸術座でした、芸術座、芸術座って2ヶ月やったじゃん、日比谷の、はい、なめてますよね芸術座。もうほんと以降それは何本か前まで以降森先生からお声かかったことなかったり、それかからへんわな、そら、ね、はい。でそういう噂が流れるんだよね、ちゃんと。いやだからあの人はね、そう絶対そう、空いてる時間にパチンコに行ってんですよ。そうしくじり先生ではその全部カットなったけど言いますけど、もう最低でした。だから人に偉そうなこと言えないんですけど、まあまあそういうことですよ、お芝居、うん、だから新井さん見てると偉いって本当毎回言いますけど、お芝居に対して偉いなと思って。でやっぱり なんかあのダメなんだよ、あの悪い方に悪い方に考えるから、あのネガティブだから考え方が、うんうん、で自分がいない間に例えば空き時間がね、うん、1時間あっても、はい、楽屋でなんか、まあ、本読んでるとか、はいはい、まあ、人のやってるのでも、ほら舞台は長いからさ、はい、今はもう半月ぐらいしかやんなくなっちゃったけど、うん、1回入ると1ヶ月ぐらいやってたじゃない。そうそうそう、そう、まあ、1回まあ人の芝居見ても、うん、ああとちったとかさ、うん、そういうとこしか気にならなくなっちゃったりして、だからまあ最初の1週間ぐらいは人の芝居見て、ああここは昨日と昨日こうだったのにとかさ見るんだけど、飽きてくるんだよね。そう、だいたい空き時間がない時はでも外に出ずに楽屋でだいたい寝てることが多いから、それから今は特に舞台は偉そうなこと言うんです。偉そうなことっていうか自分要するに楽屋にいないとダメだと、楽屋でね自分が演出した時にね、よくもそんな口をお前言うな思ったから自分が演出した時にね、ねやった時にね、若い子この口、芝居はみんなで作るもんやとね、出番が少ないとかセリフが少ないとかって気を抜いてるとダメだと、見てる人は見てるんだから、だから楽屋に帰っても気持ちは芝居の中に置いててくれってこの口が言いましたいやでも今はでも本当に一周回って、あ言った自分、その本当に恥ずかしい話を今日言ってるんですけど、もう最低な話ですよ。でもあ本当に楽屋にいないといけないな、楽屋にいるといろんな発見があるなっていうのは本当に分かった。あんなことをやったから余計にもうほぼあの時の僕芝居は楽屋いなかったもん、ギリギリ遅刻しとる時もあったもんね出番、うちのお月の子が長いさ、これ名古屋やちょっと電車乗ってって言うと電車が止まってもくて帰
帰ってくる、あ、ほら名古屋駅名鉄ホールやったから、うん、着くじゃないですか、上上がったら名鉄ホールやから、うん、遊びに行って、電車がなんかの事故で止まったもん、うん、そういうのある、ものすごい焦ってお月見たのに、あ、ちょっと名前さん来ますって言っとってくれって、俺そのまま袖出番、何もなかったやんにかって言った。だからやっぱダメなんですよ、そんなこと知るやつはいないと思います。まあそれももう僕のもう最低な、本当にあの森光子さんにはもうごめんなさいとしかもう言いようがない、もう最低ですよ。まあもう皆さん知ってたと思いますけどね、